Sound. Vision. Soul. Pioneer. くれればうちまで迎えに行ったのに。は？いやいや、お父様にくれぐれもよろしくと言われてね。気になさらないでください。そうはいかんよ。警視監の娘さんに失礼がちゃまずいからな。特にここは愛想のない連中が多いし。それに課長、後で第二調べ室来てくださいよ。このストーカー野郎の弾引っこ抜いて鉄穴にぶち込んでやりますから。おい。そう、多少下品だから多少ね。そんなの気にしません。制服の時も女同士ですごかったです。そうだな。慣れるまではデスク周りか何かしてもらおうか。できればすぐにでも捜査の現場に立たせていただけませんか。課長、暗号ください。例の密業者、今夜研究します。おとり捜査官が10時に奴らと接触します。前回同様隠しマイクで行きます。誰か一人バックアップお願いできませんかね。課長、ちょっと待ちなさい。もしかしてこちらが次期課長の。何、一緒に来るかい。いや、それは深崎です。よろしくお願いします。いいね、美人と一緒か。今夜は燃えられそうだ。あ、ちょっと、おい、上品に行ってくれよ、上品に。君には少し大きいんじゃないか。大丈夫です。じゃあ、これにサインして。とにかくひどいのなんのって、あのひでえ葉っぱ見たことねえよ。だから中国のやつら信用できないでしょ。今回の荷はコロンビア産だ。そんじょそこでじゃ手に入らない注文だぞ。嬉しいね。噂通りあんたらのランクは特上だね。ただし
保証書つかねえぞ。面白いこと言うね。俺はね、ギャグのセンスがいいやつは信用することにしてんだ。結構そういうとこ大事よ。話しててノリがいい、悪い、相手の人間性が見えるってもんさ。どうです、前のよりいいでしょ、このマイク。今日のために借りをしたんですよ。対話を確認できたら奴が席を抜かする。それは合図に踏み込むぞ。でもいきなり15分署とは君もついてないな。まったくだ。犯罪発生率は東京で一番。そのくせ警察官の待遇は最悪。2日に一度はトイレに鍵がない。15分署勤務は私の希望です。マジかい。あ、そうか。君のお父さんももともとうちの出だ。活躍できる場は多い方が嬉しいです。自信満々だな。はい。まあ何年かすれば確実に俺たちの上司になる人だから。ここまでもすっとくか。なんだよ。どうかしたか。悪いがお前後回しだ。向こうの部屋で待ってろ。おいおいおい、それはねえだろ。ここまで来たらなんだぞ。いいか、逆にもね。なんてもなんだよ。待てよ、おめえよ。なんだよ、おい。水野氏。はい。皆さん聞いたか。後回しだってよ。どうするんですか。待つ。迷惑かけちまったから。いいんだいいんだ、ノープロブレム。どうせよ、集め客はチンケな感じだ。こいつがあんたらが買った品物だ。三人組だ。顔はよく見えない。あのさ、新発売のシャブか。シャブよりもはるかにぶっ飛ぶぜ。よく運んでくれた。約束の金払うよ。本当に相場の倍でいいのか。約束だからな。以上。オッケーオッケー。あんたらみたいな客はな、いつだってオッケーだ。本当か。オッケーオッケー。なんだこれ。避難しましょう。もう無理です。無理ってなんだよ。おい早く、おい、
来てもらうと。加瀬君、いや君に怪我がなくてこっちの幸いだった。深瀬刑事ってのは君かい。話を聞きたいんだけど。明日でいいだろう。今日は帰った方がいい。さあ。おい、誰か、パトカーでうちまで送ってやってくれ。おい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 、白井、こんなところで何やってるんだ。お前には担当の事件があるだろうが。張り込みの帰りですよ。ちょうど取りかかったもんね。人手は足りてる。余計なところに片付け。伊沢と工藤は即死だ。おとりのチンピラも。とにかくお前は担当以外のことはせんでいい。分かったな。はいはい。荷物はこれだけですか。服を全部脱いでください。二部不調来。よしまちファナ。シマ。その住所に同志がいるわ。君一人だけが外にいたということだな。じゃあ犯人の顔見てないのか。もうその辺でいいだろう。そうですね。暴力団同士の抗争という線が最も有力だ。あとは任せてくれりゃいい。何も心配いらんよ。君にはここ行ってもらおう。車上荒らしが頻発しててな。その捜査に加わってくれ。割と偏屈な男と一緒だが、君にもその方がいいだろう。わかりました。あまり深く考えるな。君は精一杯やったんだ。立派なもんぞ。さすが深瀬警視官の娘さんだよ。課長、全員集まってます。分かった。じゃあ頼んだよ、深瀬君。いいか、警官殺しは地球上で最も許しがたい犯罪だ。我々にとっても一般市民にとってもだ。一日も早い犯人逮捕、それまではこの捜査が最優先だ。武藤、まずは使われた爆発物の特定並びに出所の解明だ。組関係をしらみつぶしに当たる。特に銀龍会だ。先月大量の武器を密輸したとの情報がある。よろしく。分かりました。
つまで張り込むんですか。あ、そうだな、星が現れるまでだろうな。ここに現れるという確証でもあるんですか。だね、俺にもよくわからんよ。嫌なら帰っていいぞ。一人でも十分すぎる仕事だ。課長から命令されてますから。仲間を見捨てるような奴は俺の相手にちょうど行ったか。え、ま、勤務初日だったら仲間って意識もなかったってか。お言葉を返すようです。返さんでいいよ。お前さんは何のミスもしてないだろう。どうかよ、死んだ伊沢にはな、女房と子供がいた。子供は来年から小学校だ。何があったかなんてどうでもいい。だが犯人を自分の手で捕まえてどうなんかい。だから私は高梨課長に命令されてここへ来たんです。立派な刑事さんだね。あなたのことも聞きました。命令無視を繰り返して停職処分が3回、今じゃ窓際の最先端の身だって。日当たりがいいぞ窓際は。アルコール依存症のリハビリプログラムを受けてるってことも。そう、だからみんなの前で褒めない。15分所よ。窃盗並びに器物破損の現行犯で逮捕します。紙のマトラがちゃんと打てんだな。いい腕してんじゃないか。白井さん、私心配ないよ。課長にはちゃんと報告しちゃった。深瀬刑事の冷静な判断により一件落着ってな。俺もな、デカになりたての頃犯人を前にして怖くて逃げ出してしまったことがある。経験を積めばその怖さも消えると思ったらとんでもない。今でも怖くてたまらんよ。デカが犯人を追うのと同じように、恐怖ってやつがいつも俺たちを追っかけてくる。要はそいつから逃げ続けるか向き合うかだ。まあこんな話はどんな教則本にも載ってないし、初級試験にも出んがね。
しもし、先にお名前教えてもらえます？我々は新世界の創造のため、次なる目標の地をこの東京に定めた。我々の手にはあと3つのスマイル爆弾がある。何これ、どっからでは来てる？明日の正午までに US ドルで1000万ドル用意してもらいたい。もしも拒否すれば大勢の犠牲者が出ることになる。 OK。 そうですね、ここで一曲お送りしましょう。ピットインで From Horizon with Love。 どうしたの？ What do you think? 例えば The bombs are in your hands. You can enjoy it again.Hey BJ, what the hell are you doing? We're supposed to meet up at 3, don't we? 私よ。久しぶりね、ユージ。明日の正午までに US ドルで1000万ドル用意してもらいたい。君たちの意見は？いたずらじゃないですか？この番組には先月もケネディを撃った犯人っていうのが電話をかけてきたそうですよ。課長、銀龍会、捜査令状出ました。よし、銀龍会に絞ろう。急いでかかってくれ。はい、はい。課長。ああ、深瀬君ね、しばらくは定時で帰っていいね。ゆっくり休んで。どうだ、少しは慣れたか？早速社長荒らしの犯人を逮捕したそうじゃないか。高梨課長が褒めとったぞ。さすが私の娘だってな。まあ現場勤めはあくまで一時の勉強だ。お前にはキャリア警察官として上層部にまで上り詰めてほしい。私も後押しをするつもりだよ。パパ、ごめんなさい、お出さん聞きます。アキ、犯人の手がかりかもしれません。あの夜倉庫の中で私が拾いました。もう逃げません、手伝ってください。刑事らしいこともできんだな。らしいじゃありません、私は刑事です。おい、忘れ物だよ。向こうのお前さんに聞いてみたい。知らねえ、知ってんだろうやろ。ちゃんと見なさい。すぐな。そうだな、レイカ。あなたも。ハロー、レイカ。一杯飲めよ。ダンス、どうしたんでしょう。聞いてます。よかった。何しに来たんだ。もう準備はできないんだ。手助けなんていらんぞ。本気でやる気なの？活動資金をどっさり手に入れた後実行に移す。全ては新世界の創造のためだ。破壊じゃ世界は変えられないわ。変えるんじゃない、作り直すんだ。我々の理想とする世界にな。あなた変わったね。え、アフリカで油にまみれたペンギン一緒に看病したの覚えてる？一羽一羽丁寧にね。やめろよ、俺は目覚めたんだ。
の大地を本当に守るには上にあるものを根こそぎぶっ潰すしかないんだ。そんな考え間違ってる。お願いだからね、もう終わりにするの。終わり？何言ってんだよ。これから始まるんだ。私と一緒にカナダに行きましょう。そこでもう一度出直すの。ネイチャーウィングを立て直すのよ。レイカ、ずっと会いたかったんだ。そばに天使、一緒に新世界を作ろう。できるんだよ、今の俺たちにも。やらせないわよ、そんな。冗談はよせよ、レイカ。本気。テロリストの同志なんかいないわ。15分以上だ。忙しいとは言えな、ちょっと来たことがあるんだよね。営業許可ならちゃんともらってますよ。店の名前は変わっちまったけど。ああ、どうでもいいんだよ。この店に客のこと知ってる。爆弾をこっちに渡して。ここにはないよ。案内して。正解。大丈夫でしょう。弾は抜けていましたし、動脈の損傷もなかった。3、4日で退院できますよ。
それじゃ。よかった。おいおい、深瀬君、どういうことなんだ。説明したまえ。爆破事件の容疑者を追っていました。君は捜査から外したはずだぞ。容疑者って。申し訳ありません。君がケアでもしたら私の立場はどうなるんだよ。あんたの立場より保証を上げる方を選んだんだよ、こいつは。お前にはまた始末書を書いてもらうぞ。いいな。課長、うん、2人が奪った車が12号埠頭に乗り捨ててありました。矢野があたりを聞き込んでます。店で発砲した白人ですが、たった今死亡しました。車の女性は重傷ですが、何とか助かりそうです。お前が撃たなかったらもっと死人が出てた。加瀬、全部話してもらうぞ。隠さず何もかもだ。射殺されたこの男、名前はランス・ヘンダーソン、イギリス人。テロ集団ガルホークのメンバーとして国際手配されている。このガルホークは2年前から主にヨーロッパやアフリカを中心に4度のテロを実行。最近では例のロンドンの環境物理学者殺害事件だ。彼らが標的とされるのは環境破壊につながるあらゆる活動を行う者。それは国家、企業。悪いな、関係者以外立ち入り禁止だ。アメリカ、中東、そして日本人のメンバーもいる。もともとは環境保護団体ネイチャーウィングとして活動し、数々の功績も上げてきた。しかし活動内容が次第に過激になり、テロ集団へと変貌。完全にイカれた連中だ。鑑識の報告によると、奴らの使用した爆薬はイスラエル製の液体爆弾 WK66 の改造型で、スマイルと呼ばれている強力爆弾だ。電話の話が本当なら、奴らはこれをあと3つ保有している。運転していて撃たれた女性は重傷です。さらに関連は不明。しばらく動かさない方がいい。付近で拳銃を所持しているところを警察官に発見された中国籍と見られる男が、逮捕される直前に持っていた拳銃で自殺を図り死亡しました。店内にいた目撃者の証言によりますと、外国人同士に哀悼の意を捧げよう。 We got to the police department database. Good. Mingo.That's a girl. She's the one who killed Lance. Sosaka Takanashi. Kane wa yoide kita ka? Kane? Nan no koto da? Tomoken da. Wakatta. Maza jikkuri to hanashi wo shiyou janai ka. So. Ii daro. Daga hanashite aida ni ozei no ningen ga bakushi suru. Oi oi, chotto mate yo.携帯電話からです。位置は特定できませんでした。旅先してやろう。はい、西田、事実に連絡してコード218だと伝えろ。大至急だ。わかりました。では所長に会ってくる。Okay. This bomb will blow up exactly 5 minutes after you activate it. Okay. ユージ、お願いやめて。まだ間に合う。私と一緒に逃げるぞ。お前は自分を傷つけ仲間を撃った連中が憎くないのか。 Keep your eyes on her. And this place is dangerous. Go somewhere safe right now.課長、私を捜査に加えてください。ダメだ。一人でも人手が必要なはずです。ダメだと言ったらダメだ。たった今、黒川所長からも君には休暇を取らせるように言われてきたところだ。え？総務会行って休暇届をもらっとけ。いいな。誰？あんただけに教えてやるよ。3時ちょうどに2番街東通りで爆弾が破裂する。何でして？そこからすぐだろう。被害を少なくしたいんなら急いで行くんだが、あんたは優秀な刑事だ。夕べの迫力ならきっとやれるさ。頑張れ。もしもし、もしもし、
俺たちの活動ももう限界だ。ユージ、大声で叫んだって何も変わりゃしない。自然と文明は共存できないんだ。そんなことない。私たちの思いは必ず伝わるわ。いつか必ず。乗員乗客26名、うち19名の死亡が確認されました。休暇の手続きはしておく。分かっている。君の命に関わることなんだ。奴らは明らかに君をまとりしている。24時間君には監視をつける。絶対に自分の部屋から出てはいかん。分かったな。課長、たった今知事のもとに直接電話があったそうです。今度は2000万ドル要求するそうです。明日中にスイスの指定口座に振り込む。Tobu Electric Power Central Station. When we blow it up, 80% of the power supply will be stopped. And if we destroy the main terminal completely, it'll take at least 4 weeks for it to be restored. This will be a fatal damage to the economy of this country. I can hardly guess how huge it's gonna be. Like nuclear weapons. Okay, let's go on to set. The remaining two. やらせないわ。絶対に。カバンをこっちに渡して。これが最後だよ、レイカ。金は奪った。次は町を滅ぼす。今度こそ本番だ。狂ってるわ。今だから言う、レイカ。お前を愛してる。俺が戦うのはお前のためでもあるんだ。Are we leaving her? Yeah, ready to go. Finally, we did it! Nelson Oil abandoned their oil exploitation right of use 7. The oil development has been canceled. Woo! Yes! Woo! みんなの努力の成果だ。これでスキモたちの生活が守られる。FBI から返事が来ました。スイスの銀行を押さえてそうです。どこで金を引き出してもすぐ対処できます。カラホークが相手だ。向こうも乗り気ですよ。武藤、はい、全ての空港港に捜査員を配置しろ。奴らは近々ここへ脱出するかに違いない。各所轄に応援を頼んで万全の体制を敷くんだ。奴らが日本を出るまで捕まる。はい、わかりました。はい。飲みたい気分でしょ。薬の時間ですか。一緒に来い。
もう一つ爆弾が仕掛けられたわ。え？彼らの目的はお金だけじゃないの。どういうこと？彼らってあなたの仲間でしょ。そうね。ちょっと大丈夫？シーマニアね。え？日本じゃ育たないって聞いてた。綺麗な空気が好きだから。何度も枯れそうになった。そう。お願い、爆弾を止めるのを手伝って。あなた一体一緒に来るの？来ないの？傷の手当てをしないと。そんな時間ないわ。それにこっちはあんたに打たれた傷よ。おい深瀬、ダメだろ外に出ちゃ。警察だ。開けてくれ。なんかあったんですか？これからあるんだよ。東部電力中央変電所、町の機能を麻痺させるのが彼らの本当の目的よ。私たちはテロリストなんかじゃない。やらせちゃダメ、絶対に。悪いけど連絡させてもらうわよ。こちら深瀬、センター応答願います。中央変電所にスマイル爆弾が仕掛けられています。至急爆発物処理班を急行させてください。おい深瀬、深瀬、一体どうなってんだ？無線は救護車からです。これで 100% 私はクビだわ。いいじゃない、私は納豆と警察が大嫌いなの。どっちも匂うから。私はどっちも好きよ。中央変電所との連絡が不能、通信手段が断たれている模様。
デカ、早くここでないと二人とも死ぬぞ。タイマーと経電機でつながってるボックスがあるだろう。それが起爆装置だ。酔いが覚めたよ。ここにいてください。しっかりするのよ。今救急車呼ぶから。安心して。もう爆弾は止まったから。エルチゴ、逃がしちゃダメ。一緒に逃げよう。カナダ行くんだ。向こうで一緒にやり直そう。愛してるんだ。私も愛してるわ。
っと一緒よ。飲みすぎないこと。長沢三丁目のコンビニエンスストアで強盗事件発生。付近の各員は現場に急行してください。こちら1号2に直ちに向かいます。何ですか？無事に